飛田新地に来てます、ちょっとですねここに知り合いのお店がありまして、飛田の施設をそのまま使って、今飲み屋さんを運営しているそうなんでそこに行ってみようと思います。こちらです、ちょっとねあのモザイクかかってると思いますけど飛田です。お邪魔します。ここって何屋さんなんですか？バーですね。バーですか、はい、でもあの思いっきり飛田新地の中じゃないですか？そうですね。でここってもともと飛田の置き屋さんだったんですか？置き屋ではなくて一応スタンドという名所なんですけど、ね、はいはい、今私がここに立ってる場所に女の子が、まあ、2人なり3人なりいて、はい、そこに一般の男性のお客さんが来ると、はい、で、まあ、男性が気に入ったこの女性の店員さんがいると、まあ、そこから奥に行って、はい、まあ、その後とということをしているわけです、はい、まあ、あのちょっとシステムに関してはいろいろちょっと法律的なものがあるんです。もともとはそういう場所として使われてたところ。そうですね。いつからやられてるんですかお店？去年からですね。失礼ですが、こう案内とかしていただいても大丈夫ですか？どうぞどうぞ。あのもしかしてですけど奥の方はあれですか、はい、そのプレイルームというか、そうですね、そうです。見てもいいですか？どうぞ。お邪魔します。おお、ここは結構広いですね。4畳です。4畳半。4畳半ですね、はい、4畳半の、一間。なんかこれここ他に設備ってある？これ押し入れ？あ、この奥がもう一間なんですけど。おお、ちょっと今物置になってます。はい、まあちょっとあの私物があるんで、はい、そこはいいとして、はい、電気つけますから。二間続けてあったんですね。4畳半が二間ですよね、はい、あのさらに奥があるんですか？はい、さらに奥がありまして、まあ開けていただくと、はい、まあ見ての通り、まあ、壁になってます。これってあれですか、嘆きの壁ですか？はい、そうです、嘆きの壁です。嘆きの壁とは何でしょうか？まあ、女性が、まあ、いろんな地方から売られてきて、うん、ここで働いて当然、まあ、家になることもあるんで逃げ出したい。しかしこの壁があることによって逃げれないという、はあ、まあまあ吉原でいうそういうね壁みたいなものですよね。すげえ、まあ、ここ、こんな現役でこんなところお店借りてあの飲み屋できるもんなんですね。そうです、まあ普通に不動産屋にありましたけどね。ちなみにお家賃って相場に比べて安いとかあるんですか？いや、不動産屋がおっしゃるには相場に比べて高いっておっしゃってましたね。なんで借りたんですか？まあ、あの、まあ、私こう音楽好きで、うん、音楽やるんですけども、まあ、あの大きい音って普通の家では出せないんですよ、うん、で、まあ、あのそういう音出せるマンションとか当然高いんですけど、うん、ここはまあ商業地域なんで、はいはいはい、まあ、ある程度の音出しても大丈夫っていうことで、はあ、それでまあ借りたんですけどもね。ちなみにあの言える範囲でおいくらぐらいなんですか？はい、キッチが6人ですね。あ、意外とリーズナブルっちゃリーズナブルなんですね、はい、だってあの 2K ですか？2K ですよね、はい、2K って言っていいのか分かんないですけど、2C なのかな、うん、ワンカウンターなの。ワンカウンターね。あの周りのその飛田のお店と交流とかあったりするんですか？あ、当然ありますね。あ、だけど、うん、その空き家さんとの交流はないです、ね、あ、そこ飲食店との交流はあります。へえ。改めましてジニーさんです、はい、飛田の中で飲み屋をやってるという、はい、あの今飲んでるんですけど本当ガッツリ飲み屋じゃないですか？そうですね。なんでここで飲み屋始めようと思ったんですか？好きなんですよ、ね、この街が。もともとつながりあったんですか？
もともとつながりありましたね。まあ、音楽を私やってまして、ちょいちょいこの町でね演奏する機会があって、ほんでどんどんこの町好きになったっていう感じですね。なんかでも飛田で飲み屋始めるって、なんかそのハードルみたいなものってあったんですか？最初あるかなと思ったんですけども、うん、全くなかったですね。むしろみんなに助けてもらえるというか、うん、店同士でね行き来したり、うん、でもなんかここでお店やってると、それこそどういう人とかが飲みに来るんですか？その飛田の人とか来るんですか？飛田の人は意外と来ないですね。やっぱり顔が刺すのか知らないですけどもね、風情というか、完全にその前営業してた、おそらく前のね営業した時のカウンターじゃないですか、はい、まんま残ってるじゃないですか。そうですね。なんか見た時もこれ絶対ここ借りようって思った感じだったんですか？もう単純にここしか空いてなかったですか？はい。でもほんと外の人でも、物件さえ見つかったら普通に営業できたりする？そうですね。普通なんなら本当の置屋さん、まあ、うん、料亭ですね、うん、料亭さんでも空き物件出てますね。私見ましたけど、ちなみに1ヶ月10万円っていう家賃ですね。おお、はい、それは意外にリーズナブル。いや、意外にリーズナブルです。やっぱりその間口も広いし中も広いんでね、うん、置き屋とそのカウンターのこういう系統式のお店ってやっぱここの使い分けっていうか、なんかこう種類違うと思うとして認知されてるんですか、この町で？一応そうですね。もうそのいわゆるスタン、先ほども申しましたけど、はい、そのスタンドっていう形態のもうビジネスはもう全くないですね。あ、もうないんですね。はい、全くないです。いわゆるその間口広めのあそこに女の子がいてっていうスタイルがもう普通の。そうですね。はい。ただその名残りはあちらこちらありますね。ここはじゃあそのカウンタースタイルを占めてもう営業してなかったってことは？そうですね。ああ、はい。ただまあ作りを見てると完全にそうですよね。そうですね。まあ、建物自体はその料亭さんとうちも同じ棟なんですね、うん、そうですね、つながってますよね、ずらっと、はい、奥の方にありますからね、なんか3軒ぐらい隣、はいはいはい、隣とかも多分閉めてるだけでそんな感じですもんね。そうですね、はい、いやなんかすごいなかなか来れないところに来れたんですけど、実はここに来れたのはこっちで飲んでる、うん、はい、どうも。たまたま連れてきてもらってすげえ店なんで、はい、山さんに行こうぜ。はい、で来た村田さんです。村田さん、はい、どうです？ここ最近ねちょっと大阪で飲み歩いておりますが、はい、飲みながらちょっと取材してきた感じでございます、うん、はい、ということで飲みのついでにね、レポしてみました。どうもありがとうございます。